大きな声でお騒がせしております。日本改革党と申します。今回のですね、松戸市議選に我が党から千田隆氏が立候補しております。千田隆氏は特に党の方針というわけではないんですけれども、ひいおじいちゃんまで戸籍謄本を公開しております。ひいおじいちゃんは千田庄左衛門、じいちゃんは豊さんというらしいんですけれども、特に日本改革党は党の方針で先祖の戸籍を公開しろ、こういうことは言っておりませんけれども、まあまあ純粋な日本人であるということのアピールに、戸籍謄本を公開いたしました。実は私も夏の参院選立候補したときに戸籍謄本を公開しておりまして、私の5代前のご先祖様は文英の頃に生きていた靴沢久太郎、もしくは久太郎と呼ぶかもしれない人物でありました。何か党の方針でですね、3代前の先祖までの戸籍を公開するみたいなことを謳っているですね、自称保守政党があるのですけれども、そこのですね、代表も誰も戸籍公表も公開してないそうであります。一体なぜなんでしょうか。自分でできないことを党の方針にすべきじゃないんじゃないでしょうか。自分で言っといてそれはねえよな、私なんかはそう考えます。日本改革党はいろいろなことを訴えさせていただいておりますけれども、9条の廃止であるとか、スパイ防止法の制定であるとか、今ないのがおかしい、というようなことを早く法整備してもらいたい、そういうようなことを訴えさせてもらっております。外国人留学生の超優遇問題というのもその一つであります。皆様、外国人向け学校がポコ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 できているのをご存知でしょうか。私の家の近くの池袋駅周辺にもですね、北京語学校であるとか、さくら日本語学校であるとか、そんなものがポコ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 できておりまして、外国人生徒を入ってもらおう入ってもらおう優遇しているんですけれども、これには理由がありまして、文科省がですね、日本人よりも外国人留学生を超優遇しているから、そういう学校が外国人に生徒として来てほしい、という現象が起きております。どのような優遇をしているかと言いますと、まずですね、生活費補助、外国人留学生は月に14万7000円もらえます。学費補助、外国人留学生は学費を補助してもらえます。医療費補助、外国人留学生は医療費の補助をしてもらえます。さらにはですね、申請すればお里帰りの飛行機代も補助してもらっているそうであります。その額なんと平均で1人当たり年間380万円、年間380万円、外国人留学生1人当たり月額で33万円の補助を日本国政府や文科省が行っております。これだけやってやって、外国人留学生が日本政府に感謝しているかというと、そうではありません。それらの補助金は一括して大使館に届けて、そこの国の大使館が留学生に配分する、そういうことになっているものですから、
留学生のほとんどは日本政府にお金をたくさんもらっているという意識はなく、知りもせず、自分の国の大使館がお金をくれている、このように考えるものはほとんどだそうであります。ひるがえって日本人学生に対して文科省は何をやっているかというと、学費補助などは当然ありません。生活費も当然ありません。医療費の補助なども全くありません。奨学金制度、奨学金を管理やっているのが文科省の外局の日本学生支援機構というところがやっておるんですけども、彼らが日本人に対して行っている奨学金制度は総額で450万円日本人学生に貸し付けて、利子をきちんとつけて600万円以上取り立てる、20年かけてそんなことをやってるんですよ。学生支援機構とは名ばかりの支援する気が全くないただの金貸しどもであります。どうして外国人留学生には月額で33万円も血税を流し込んで、日本人学生には利子をつけて金を貸す、それを支援と言っている、こんなことがまかり通ってていいんでしょうか。しかもですね、日本学生支援機構儲かっております。去年の利益は50億円だそうでありました。日本人学生に対して金を貸すのはいいですけれども、それでしたらば支援する気があるのでしたらば、無利子で融資という方法もあるはずなんですよ。ところが日本学生支援機構は日本人学生を支援する気など全くありませんので、利子をつけて金貸しで儲ける、いやー儲かった、去年は50億円儲かった、こんなことをやっております。どこが支援機構なんでしょうか。大学生の約半数が奨学金を借りているそうであります。そしてですね、とうとう払えずに踏み倒された奨学金は 1.7% であります。日本人は真面目なんで踏み倒ししませんね。これがよその国でしたらば半分は踏み倒されることと思います。その 1.7% を問題視してギャーギャー言っていた大手メディアもありましたけれども、そういう連中は決して外国人留学生が月額33万円補助してもらっている税金で、そんなことには触れません。どうしてでしょうか。大手のテレビや新聞が学校外国人留学生補助に一切触れないのはなぜでしょうか。それはですね、大手メディア退職後に行くところがいろんな肩書きを持った大学教授になる、そういうのはですね、マスコミ関係者の天下りであるからであります。都内にあるですね、いろんな学校のいろいろな教授陣の名簿を見ているとよくわかります。元朝日新聞誰それ、元日本テレビ誰それ、こういうのが非常に多い。朝日新聞の若宮慶文という人物がおりまして、安倍の葬式はうちが出すと言い放った有名な人でありますけれども、この人は中国の大学の女子大の教授になっておりました。これがマスコミ関係者の
天下り、人生のゴールであるので、学校が減ってもらうと潰れてしまうと困るわけなんですよ。日本政府が外国人にお金を渡す、その金で大学に通う、大学を税金で養っているようなものであります。そしてその大学を増やすため、マスコミ関係者が外国人留学生優遇に一切触れない、こういう構図が出来上がっております。その若宮慶文、北京大学のなんか女子大の教授になっておったんですけれども、どういうかホテルで変死死んじゃっておりまして、原因はまだ分かりません。真相も闇のままであります。一説によれば中国共産党のことを知りすぎたせいで消されたという噂もありましたけれども、今となっては分かりません。大学に行く予定のお子さんを持つ親御さんたち、30超えても奨学金を払っていて生活が苦しい、うちの息子はなんて方もいらっしゃいました。こんな不公平許してていいんでしょうか。日本人学生支援機構は日本人学生を支援いたしません。金を貸すばかりであります。それに対して外国人には返済不要のただ金の税金を毎月33万円投入しております。そして留学生はそのことを知らず、日本政府に感謝などいたしません。割を食うのは一生懸命働いて税金を納めている日本国民ばかりであります。私は日本改革党はこの外国人留学生の超優遇をやめろと、訴えさせていただいております。貧困調査してですね、いまだに報告書も提出していない前田喜平という人物がトップだったような文科省ですから、いろいろと黒い部分があるとは思いますけれども、しつこくしつこくですね、外国人留学生の超優遇をやめろと日本改革党は訴えさせていただきたいと思います。欧米の大学ではどうなっているかと申しますと、留学生は実は自国民学生の2倍の学費を取るそうであります。アメリカ政府はこう明言しております。こいつら卒業してもアメリカのためにならねえから、学費倍額、そのぐらいでいいんじゃないでしょうか。日本においても、そいつらが卒業したところで国に帰って覚えたことを使うだけで日本のためにはなりゃしません。それにですね、昔遣唐使、遣隋使というものがあったではありませんか。はるかに文明が進んでいた隋や唐に日本からも勉強に行っていたわけですけれども、途中で船が沈んだり死ぬ目にあったり、新しいことを覚えるっていうのはそのぐらい苦労しなくちゃダメなんですよ。日本はいつからこんなに金をあげて土下座しないと日本に勉強しに来てくれないような情けない国になったんでしょうか。おかしいと思いませんか。日本はそんな情けない国ではありません。情けないのはそういう天下りシステムを作った文科省、大手メディア、それと外国人向け学校経営者であります。こいつらが一番恥ずかしい。日本国民は、日本人は決して恥ずかしくなんともありません。外国人学生もですね、週に28時間は働いている、まあ、1日4時間ですよね、アルバイトしている。
このような決まりありますけれども、守っている人間は稀であります。特にですね、欧米から来た留学生はバイトもせずに大変な勉強しているみたいですけれども、中国やベトナム、貧しい国から来た留学生は学校にほとんど行かず、バイトばっかりやって実家に仕送り、そういうふうにも聞いております。つまりですね、お金を投げて頭を下げて勉強しに来てください、言ってやってきた、やっとやってきた外国人、勉強してないんですよ、働いてんですよ。コンビニのバイトやってんですよ。コンビニのバイトを外国人がやるとどういうことが起きるか、日本人の雇用が減ります。例えばですけど、時給900円で働いてくれませんか。それでもですね、900円では働けないなんていう人ばかりだと、じゃあ1000円っていうふうに値段上がってくるんですけれども、そこにですね、外国人留学生が私は800円で働きますって手を挙げると800円になっちゃうんですよ、賃金が。これは労働力の供給と需要で、労働力の供給が、働きたいと手を挙げる人間が多ければ賃金が下がるのは市場原理でその通りだと思います。つまり労働力を輸入しているのも同然でありまして、コンビニのバイトですら時給が下がる、待遇が悪くなる、外国人の労働力を入れたがためにという構図になっております。日本人は誰も何の得もいたしません。外国人実習制度のお話させていただきますけれども、ベトナムのですね、実習生を支援する NPO 法人がこの前発表しておりましたが、現在ベトナム人労働者は日本全国に45万人いるそうであります。そしてその中から年間約5000人が行方不明になる、失踪する、連絡がつかなくなる、地下に潜るというふうに発表しておりました。年間5000人ですよ、5000人。その人たちは表の仕事をすることができません。どこでもですね、住所、氏名、電話番号書いてください。野党側はそのぐらいは要求いたします。それが失踪して不法滞在者となった外国人、こんなのは普通のところでは雇いませんから、結局は桃を盗んだり、みかんを盗んだり、豚を盗んだり、そんなことをするしかないのであります。皆さん怖いと思いませんか。地下に潜伏する犯罪者予備軍が年間5000人ずつ増えているんですよ。今はね、まだ作物や家畜を盗むぐらいで済んでおりますけれども、そのうち大きな犯罪を犯すことは間違いありません。この前もタクシー運転手さんがベトナム人にハンマーで殴られて頭蓋骨骨折なんて事件も発生いたしました。労働力を輸入して日本人の賃金を下げている、それと犯罪者予備軍をたくさん作って失踪させている、もう一つありますね、実習先で死ぬほど安い金でこき使われた辛い思いした実習生は日本を恨みますよ。日本の敵を作り続けているようなもんなんですよ、実習制度は。この誰にも得にならない実習制度を続けることを望むのは誰か。それはですね、
奴隷が欲しい経営者、安い安い賃金しか出したくない経営者、それとですね、その労働者実習生を斡旋する日本ベトナム人協会であったり、日本ミャンマー人協会であったり、日本中国人協会であったり、そういう組織が一人当たり言い張りして儲けてるんですね、実は。誰の得もにもならない実習制度、外国人実習制度、日本海の人は今すぐやめろと訴えまして、もらっております。大体ですね、外国人を超低賃金で使わないと潰れてしまう、そんな店や農家はもうすでにビジネスモデルとして失敗しているんですから、潰れてもらった方が健全なんであります。皆さんちょっと考えてみてください。街にですね、高くてまずいラーメン屋があると、高くてまずいラーメン屋でも何らかの原因でずっと潰れないで店やってる、これが街の人にとっていいことか悪いことなのか、その高くてまずいラーメン屋があるために、安くてうまいラーメン屋がその街に来ないじゃないですか。こういうふうにですね、そういうのゾンビ企業って言うんですけれども、ゾンビ企業を無理やり生かすようなことはすると健全ではないんですよ。潰れてくれた方がいいビジネスは潰れてもらった方が資本主義として健全なのであります。自由競争経済としては健全なのであります。ですので、外国人を低賃金で使わないとうちは潰れてしまうなんていうやつがいたら、潰れた方がいいんじゃないですか。もうそれ失敗してません。優しく言ってやるのがいいと思います。外国人留学生も労働力の一環で都内ではバイトしまくっておりますけれども、この町田市ではどうなんでしょうか。コンビニに外国人のバイトさんなんかはいらっしゃいませんでしょうか。何も感じずに眺めてらっしゃる方も多いと思いますけれども、外国人を一人雇えば日本人の雇用を一つ奪ってる、そういうふうに考えてください。労働力を増やすことは賃金を下げることなんです。考えてみてください。日本大学とはこのように考えております。はい、日本改革党と申します。日本改革党からは千田隆、このおっさんですね、こちらが立候補しております。私のこれから言うことに、賛同していただけたら、皆様何卒千田隆にご投票よろしくお願いいたします。今も目の前に女子高生がたんまり通行しておるわけなんですけれども、日本政府の男女共同参画事業ですか、なんかあのスローガンがですね、女性が輝ける社会なんていうことらしいんですけれども、女子高生の皆様、大きなお世話だと思いませんでしょうか。調査によりますと、20代女性の半数以上ができたら専業主婦になりたいな、いうことで社会で輝くことなんか望んでおりません。彼女らが望んでいるのは家庭で輝くことであります。それをですね、女性にもフルタイムで働け、結婚もしろ、出産もしろ、育児もしろ、育児をし終われた後はもう一回社会に戻ってフルタイムで働け、よく考えるとひどいこと言ってませんか。男女共同参画は余計なお世話ですよね。
この男女参画、雇用機会均等法ですか。これは昭和42年ぐらいにできたんですけれども、実はこれができた途端に経済成長がパタッと止まりました。高度経済成長の終焉であります。それまでは男はがむしゃらに働いて、女性は家で待っていて、おいしいご飯を食わしてまた男を送り出す、というような仕組みでうまくいっておりました。それが今はですね、女性にも働きなさい、男と同じぐらい働きなさい、こんなことを言うような女の人に無慈悲な社会になってしまいました。男は勉強して働いていればいいですけれども、女性は働く他に出産もしいの、結婚もしいの、育児もしいの、教育もしいの、荷が重すぎます。私が養うからあなたは家に行ってくれよ。もちろん、やりたいんだったらちょっと働いてもいいけれども、うちにいて俺の子供を産んでくれと、こういうことことですね、社会で輝きなさい、8時間びっちり働きなさい、こういう男とですね、どっちが女性に優しいんでしょうか。私は家にいていいよ、俺が働くからっていう男の方が女性に優しい男で、しかもモテまくると思いますけれども、違うんでしょうか。政府がやっていることは、女性も男と同じようにフルタイムで働きまくれと、そんで子供も産んで教育も育児もしろと、こういうようなことを言ってるんですよ。私は男女共同参画は根本から間違っていると思います。専業主婦を許容できない社会、こんなんで少子化大変だって言ってるんですから笑っちゃいますよね。専業主婦を許容しない社会が子供を増やせるわけがありません。私はこう思っております。ですので、ことさらですね、女性女性、ジェンダージェンダー言ってる政党は私は日本人の敵だと思っております。2つぐらい思い浮かびますけれども、ここでは言わないんですけれども、というわけで、日本改革党は行き過ぎた男女共同参画に反対しております。専業主婦いいじゃありませんか。子供を産んでしばらくは専業主婦にならざるを得ませんよ。それが当然のことであります。それをですね、育休を充実させましたから、産んだ後はとっとと戻ってきて働いてください、フルタイムで、こんなこと言ってる会社もあるんですよ。おかしいですよね。子供を減らそう減らそう、結婚させないようにさせないように、出産しにくいようにしにくいように、女性も輝けと強要しつつ、少子化が大変だ、こんなことやってるんですから、どっちも解決するわけがありません。私が日本政府でしたらば、専業主婦万歳、男は今までの倍働いてきなさい、このように、推進すると思います。まあ、いつになるかわかりませんけれども、有事の際には海上保安庁を防衛省の指揮下に置く方針であるというようなことを先日発表いたしました。これに焦ったのはですね、誤報を装って記事そのものを捏造し、それを発表した挙句バレて叩かれる前に削除するのが大得意な共同通信というメディア
があるんですけれども、それでは海保と自衛隊の一体化が進んでしまうと懸念がというような記事を書いておりまして、防衛力が上がるのが何が問題なんだということで良識ある人々から叩かれておりました。共同通信、スパイ丸出しですよね。日本の防衛力が海保と自衛隊合体して上がってしまったら大変だと、いうようなことを言っているのが共同通信であります。私はですね、こういう連中のことを日本を人民軍に献上したい外観誘致主義者、あるいは敗北主義者と呼んでおります。まあ早い話がスパイです。沖縄の基地反対の連中なんかもですね、言ってることをよく聞くとオスプレイ反対であるとか基地移転反対であるとか基地を作る工事の妨害であるとかですね、一体それがなんで平和活動なんだ、疑問に思われるでしょうけれども、彼らが行っている平和活動と称するものはこれは実は日本の防衛妨害活動、これなんですよ。ですんで自衛隊の訓練反対であるとかそういうような集会やデモをやって自衛隊あるいは防衛省の足を引っ張ろう引っ張ろう、日本の防衛を妨害しよう妨害しよう、この動きを平和活動って名付けてやってんのはあいつらなのであります。共同通信、朝日新聞、毎日新聞、 TBS テレビ朝日、全部それであります。外観誘致主義者、でですね、そういった連中は一様にスパイ防止法に反対するんですけれども、そりゃそうですよね。スパイはそりゃ反対しますよ。自分らが取り締まれる法律は、例えばですけど豚をこの世からなくしましょうなんて法律できそうだったらば豚は反対するじゃないですか。それは当然のことですよね。ですんでスパイ防止法に反対する人間はスパイもしくはその仲間、スパイをする気満々のやつ、私はそう感じております。スパイ防止法に反対するのはスパイもしくはその仲間であります。そうでなければ一般人が取り締まれるはずもないのですから反対するはずもないのであります。私のように、他国の利益になるようなことをする、防衛を妨害する、スパイ活動をするなんてことを微塵も考えていない人間にとってはスパイ防止法があった方が断然いいのであります。日本国内でスパイにパッとされてはたまりません。日本の国力を落とされてはたまりません。日本の防衛力が低下してはたまりません。一般人にとってスパイ防止法は有益な法律だと考えます。一刻も早く制定してもらいたい。スパイ防止法に反対するのはスパイもしくはそのまま、もしくはこれからスパイをやろうとしている人間、これだけであります。大手メディアはほとんどこれですから始末に終えません。今後政府にス
サイ防止法を作ろうなんていう動きが出てきたら、テレビ新聞は一斉に反対することでしょう。朝から晩までワイドショーで喉を枯らしてスパイ防止法反対と絶叫することでしょう。嘘でも何でもついてやめさせようとするでしょう。それはなぜか、電柱がスパイだからですよ。だからスパイ防止法が嫌でたまらないんですよ。日本に入れなくなっちゃいますからね。皆さんも一つ覚えてってください。スパイ防止法に反対するのはスパイであります。日本にとって良くない人物であります。